映画音楽の中からとても美しい名曲ですね。ムーンリバーお送りしたいと思います。窓辺に
ティファニー。ティファニーで朝食を。あれであの、ね、日本人が登場するんですけども、とんでもない扱いですね、日本人はね。あのとんでもない感じで出てくるんですね。そうですね、アメリカ人は日本人をこう見てるんかっていう、あの当時ですけどね。あの時間もあるかもしれない。そうですね。出てくる日本人がね、なんかあのメガネをかけてわざわざ出っ歯にしてで、キー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 そのギター弾いてたら怒ってると、怒って文句言いに行くとかですね、なんかそういうやたらお辞儀してるシーンも多いよな。そうですね。そんなせいよな、日本人な。そうなんですね。なんだかとても残念な感じですよね。すみません、せっかくのいいあの歌声をこう、ね、ちょっと MC で違う感じにしてしまった申し訳ないです。今日はあまり喋らないとしますね。いやいや、喋ってくださいね。あの、私が一人で喋り続けると深夜ラジオの放送事故なんで、ものすごく助かっていますよ、私は。東さんのオールナイト日本になんか私がやってきたみたいな感じで今日はお送りしたらちょうどいい感じになりますかね。どっちかというと僕はラジオ深夜便みたいな感じで。ああ、ラジオ深夜便いいですね。ラジオ深夜便がいいと思います。あのジェットストリームだとあの語りみたいになっちゃいますもんね。私あのタクシーに乗ってちょうどラジオ深夜便が流れているのはすごく癒されるんですよ。ああラジオっていいですね。大体タクシー深夜タクシーはラジオ深夜便を聞いてありますね。タクシーそうですね、大体そうですよね。そうすると大体深夜便でなんでこれ聞きはるんですか。やっぱりあの耳障りがいいから。運転さんがおっしゃいます。あの雰囲気を目指して、はい、とね言ったところでちょっとラジオ深夜便からちょっとこれ流れたらちょっとびっくりしちゃいますね。じゃああえて曲名お伝えせずお届けしましょう。もう80年代のはっちゃけた歌です。これをねガットギターとボーカルで演奏するとどうなるのでしょうか。はい、ではではお送りしたいと思います。
ありがとうございます。とても懐かしい、ラジオ深夜便にはふさわしくない曲が流れました。真夜中のタクシーにね乗って、ちょっと終電を置いてタクシーに乗って、今日も一日疲れたな、あラジオ深夜便、わーわーわー、ちょっとびっくりしちゃいますね。バージンのふりしてね、いろんな男と付き合ったのはもう疲れたわっていう歌ですよね、これ確かに。そうやな、あ当時にしては衝撃的な歌だったでしょうね。あーどうぞ、この曲のねプロモーションビデオがヨーロッパのどこかの街でマドンナが船に乗ってわーってなんかすごい楽しそうに踊ってるんですけど、あれを見ると私は旅行に行きたくなります。ヨーロッパに旅立ちたいですね。さてさて、まあ、いろいろとちょっと脱線しつつ、あのラジオ深夜便にはちょっと まだまだ近づけてないような気がしますが、ちょっと次の曲を演奏して少し休憩をいただきたいと思います。ヨーロッパということでね、この曲でちょっとヨーロピアンな気分になれますでしょうかね。